飯を開けていきましょう。冷蔵庫には買ったお野菜があるはず。はい、これですね。取れたてサラダ。はい、好きな食べ物を食べるとこんな感じで喜んでくれます。買ったものや、カフェに行って食べたものをカウントするときには、1つのご飯でお腹2つ満たされることを覚えていてください。愛情ゲージも結構上がってますね。別に呼んでないよ。呼びかけてもこんなちょっとそっけない感じの子なんですが、とっても可愛いです。はい、ターンの外へお出かけ、タマファームに行きましょう。収穫できるはず。マイファーム。お、黄金リンゴが鳴りました。たくさん果実が実ったね。みんなでシェアしよう。いつものことですね。くれることはないけど、いつも取られちゃって手持ちには1個しか残りません。まあいいんです、みんなでシェアしたから。はい、アクセサリーを今つけているけど、どうしようかな。このまま行きましょうか。何をしたいかって、そろそろこう隠しちゃおうかなと思ってるんですけど。はい、ではお出かけをしていきましょう。星の世界、もうそろそろね、恋人続きなので、熱愛に上がるかなと思ってるんですが、その前にこちらから告白しようかどうしようか今迷っています。広場。あ、アラちゃん、これで一緒に遊びたいよ。楽しい夢が見られたみたいですね。遊園地にも行ってみようかな。何で遊ぶかな。お、またララちゃんだ。これはララちゃんとの、仲良し度かなり上がったんじゃないかな。
お、熱愛もしかしていったかな？ちょっと見てみましょう。たまたまリスト。女の子は後ろの方にいるので、ちょっと飛ばします。シナモン、キキが親友になってましたね。虹フワッチは恋人。あ、ララちゃんまだ恋人でした。じゃあもう一回、今度は物を持たないでいこうかな。あ、違かった。星の世界で遊ぶものを持っていかないで行って出会えるかどうか。出るかな。あ、キキの方でした。僕たちは双子の兄弟星。同じ日に生まれても、あー、読み飛ばしちゃった。双子っているんだね。双子でいると楽しいよね、かな。うん、読み飛ばしちゃった。ごめんなさい。一瞬だけ映ったね。もう一回、来ましょう。会えるかな。あ、虹フワッチでした。どんなおしゃべりできるかな。ようこそ、たまごっち星の民よ。我は星の世界の女王様である。え、そんな感じ。姿かーい、いかよろなんてね。私だよ、虹フワッチだよ。冗談だったのね。0時、1時、1時半、2時ふわーっち。テンション高めな子ね。さあ、もう一回行ってみましょう。ララちゃんとおしゃべりできるかな。またキキだ。どんなおしゃべりかな。今度は読み飛ばさないようにしないと。毎日誰かの誕生日。君が生まれた日もここから見ていたよ。そうなんだ。家族は笑って君は泣いていたね。まあ赤ちゃんだからね。またねー。はい、キキといっぱいおしゃべりできましたね。じゃあ、そろそろ、ララちゃんに告白しても大丈夫かな？たまでぱー。ようこそたまでぱへ、いらっしゃいませー。買い物行きまーす。本日は何をお買い求めでしょうか？ジュエリーです。アートリング買いましょう。勇気を出して頑張ってください。さあ頑張りましょう。振られなきゃいいな。一回バッとバツ丸で振られてるんですよね。さあドキドキ行ってみましょう。タウンの外へお出かけで星の世界行きます。遊ぶものは一応持ってって持っていきますか。プロポーズ。ララちゃん行きます。さあどうかな。
ララちゃんは2回目です。カップルになれたらね。どうかな、どうかな。僕と結婚してほしいよ。あ、よかった。嬉しい。一緒に幸せになりたいの。ありがとう、ララちゃん。はい、ということで無事カップルなれて次の代に引き継ぎできました。そろそろ双子ちゃん来るかな。キキとララの時にはドキドキしますね。なかなか生まれない双子ちゃん来るかどうか。あ、ピンク色だけどリボンつけてないので男の子かな？はい、名前は何になってるかな？ヨーモララッチ。あ、いいか。これにしましょう。決定。あ、ララちゃんにはパパママはいないんですね。お出かけすると家系図が登録されるよってなりました。ということは、登録できるのはここまでかな。はい、夢ってなってますね。お世話していきましょう。まずご飯をあげてから家系図チェックですね。はい、めっちゃあげます。でお腹ゲージは6だから6回ぐらいあげます。こんなもんかな。まあ、またすぐお腹空くから OK として、ご機嫌ゲージを上げるために、おお、通り過ぎちゃった。宝箱の道具で遊んであげます。ぬいぐるみですね。まだイジイジしてるのでいっぱいいっぱい遊んであげます。普通になったかな。ちょっと状態を見てみます。男の子ですね。ヨーモララッチ。はい、愛情ゲージはまだ低いです。水色ぐらいになるとマックスなので、はい、お風呂に入ったりさっきみたいに遊んであげたりお掃除したりしながらご機嫌ゲージを上げていきます。そして次は
こちらの第の子は、ピザリナチカ、ボンネッチを狙っていきたいと思います。チェリチェリッチも可愛いからね、迷うんですけど、まあまあ、可愛い子狙いでいきます。サンリオキャラじゃないキャラとカップルになれるように頑張っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。では、家系図を見ていきましょう。消えちゃったかな？どうかな？ヨモララチの上がさっきのパパママ、その上がこんな感じになっています。はい。このズラズラーと見れるのは面白いなと思っていたんですが、はい。この上のあたりはうまーく、あれですね。全部サンリオキャラとカップルになっていました。お、一代目がこれですよーっていうのが消えちゃうってことかな。どうだった？今。この掛け図登録したいですね。ちょっとアプリも後で起動して登録しておきます。ちょっとお出かけするとアプリの不具合でダメになっちゃうっていうのを聞いてて怖くてできなかったんですけど、1台目は出ませんね。アプリに登録すると記録されるみたいなので、まあ仕方ない。アプリ起動して頑張ってみたいと思います。そちらもうまく使えるようになったら紹介します。はい、スペシャルはカメラですね。撮影準備 OK と出てます。はい、ちょうど収まるところで撮ってあげます。11月10日です。やっぱりね、保存できないよ。どれを消すか選んでね、と出ました。どれにしよう。はい。これはたまごっちと遊んだ時ですね。うわ！あ、この時も同じ。可愛いと思って撮っておいた写真が同じっていう。あー、こんな子もいましたね。はいはい、なんとかダメリーは結構いい子に育つと出てきます。あー、ぽよもいたー。あ、この子もいましたね。あ、懐かしい。この子も可愛かった。で、マイメロちゃんの帽子を受け継ぐととっても可愛いですよね。まあ、普通っちゃ普通なのはこれ。あ、でもバッグがキキララのお家ですね。これは可愛い。あ、こういう子もいました。さあ、一周した。どうしよう。まあ、色違いってことでこれでいいかな。いやー、灰色の子も可愛いけど。え、まさかのそっくりさんがいたので、一個消しときます。あー、でもこれいいですね。たまに振り返るときに、とってもいい。あ、トイレー！間に合うかな？あ、間に合ったー！よくできましたー。お腹も空いてるかな？ベビーフードもあげます。おやつもあげてみましょう。かわいいですね。あとはもうとことん遊ぶべしですね。はい、たまに呼びかけてあげると、この時期だけのパパママと一緒に遊ぶアクションが出ます。はい、この状態が赤ちゃんの時の、愛情マックスになるので、これをキープして1時間育ててあげると、この第一段階の進化とっても可愛く育ちます。
具合悪くなった時はまだ具合悪くならないですね。多分そろそろなんですが、この救急箱を使って、ボタンを押して、状態を直してあげれば大丈夫。この赤ちゃん期の具合悪くなった時に放置してしまうと死んでしまうので気をつけてください。1台目からやり直しはちょっとしんどいので、ちゃんと目を離さず見ていきたいと思います。お腹もすぐ減っちゃうのでね、ちょこちょこ様子を見てあげます。もう初めのこの赤ちゃん期だけはパパママにも預けられないので、本当に張り付いてお世話してあげる感じがベストだと思います。呼びかけてあげると、お、高い高いアクションも来ました。可愛いですね。高い高いの後のハイハイかな。あ、具合悪くなりました。こうなったら急いで救急箱。あ、まだ具合悪い。珍しいですね。こうなったらもう一回使います。だいたい2回やれば大丈夫です。はい、治りました。よかった。はい、たまにねこうやって連チャン来るので、目を離さずに気を緩めずにちゃんとご機嫌になったか治ったかチェックしてあげてください。はい、ではこんな感じで1時間様子を見ていきます。では今回はここまで。また見てね。バイバイ。